どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、本日もやっていきましょうということで、今日のテーマはこちらってことになります。人口爆発ということになります。人口爆発、人数がどん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 人口が増え続けてしまいますよという状態になっているのが、人口爆発ということになるんですけれども、この人口爆発っていうのは、二つの大きな問題っていうのを引き起こします。で、一つ目が貧困、二つ目が食料不足。で、ここで考えてほしいのは、わかりやすく説明しますんで、簡単に説明します。例えば、一人で L サイズのピザを食べる。お腹いっぱいになりますよね。20人で、ピザ、L サイズのピザを食べる。お腹いっぱいにならないでしょってことです。これが問題なんですよ。つまり、人口が増え続けてしまうと、必然的に食料不足や貧困を起こしてしまうという厄介さになります。いいですか？少子化っていうのは先進国の問題になってくるんですけれども、つまり食料がピザだと考えるとわかりやすいんですけれども、一人で L サイズのピザを頼みます。食べます。お腹いっぱいになります。20人で L サイズのピザを食べます。お腹いっぱいになりません。ここが大事なところになってきます。つまり人口爆発というのは、それそのものの問題が貧困や食料不足を引き起こしてしまうということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。